画通過率が上がりすぎて西浦はちょっと封印してしまった裏技みたいなものなんですよ。どうも出版プロデューサーの西浦浩司です。今回はですね、企画の通過率がかなりアップする裏技を解説したいと思います。出版塾などで企画書を作成されてなかなか企画が通過しないんだっていう方多いと思います。でも同じ著者同じ企画書でも実はある紙を1枚つけるだけでめちゃくちゃ企画通過率がアップするっていうものがあるんですね。逆に言うとこれ企画通過率が上がりすぎて西浦はちょっと封印してしまったぐらい の裏技みたいなものなんですよ。でまあ、西浦がなぜ封印してしまったのかっていうその理由は、まあ、最後の方でお伝えしますが、本当に効果が高い方法なのでちょっと企画通らないんだよね、なんでだろうと悩んでる方はぜひ取り入れてみてください。では結論から言います。その裏技というのは企画書の一番最初頭の部分に A4 1枚でこの本がなぜ売れるかっていうセールストークを対書店さん向けを想定して書くっていうことなんですね。これどういうことかって説明しますと、そもそもある有名な出版社のすごいベストセラーをバンバン出される編集長さんと一緒に仕事をした時に、その方が僕が提案した企画書の頭に1枚実はつけて企画会議に提出されたんですよ。これ何ですかって聞いたら、うちの企画会議で営業さんとかも参加されるやつらしいんですけど、その会議で営業の人間が書店さんにもうそのままセールストークとして使えるようにこの本企画のメリットとかいいところを1枚でまとめて書くんですとおっしゃったんですよね。でこの方法がその方だけのオリジナルの方法なのか会社でやられているのかちょっとわからなかったんですけども、ものすごいこれ効果的な方法だなって気づいたんですよ。というのも僕出版プロデューサーやる前、出版社の新入社員だった時って1年間書店営業をやっていたので、まあ、いわゆる書店さんに新刊だったりいろいろ商品のね提案をさせていただいてたんですよ。それ以降もマーケティング部としてやっぱり書店さんに顔を出していろいろヒアリングとか相談とかさせてもらったんですよね。で書店さんに対して何か新しい本を提案する時って本当に時間がね5分くらいしかないんですよ。もうなかなかやっぱり忙しくて時間取ってもらえないので手短に要点をしっかり伝えなきゃいけないんですよね。でそういう時間が短い中で伝えることってなぜ売れるかと今までの本と何が違うかのこの2個なんですよ。でこれはつまりこの本企画がなぜ売れるかっていう理由をもう選んで厳選してこう凝縮してグッとこうコンパクトにちゃんと短く伝えられるってことなんですけど、これが企画書の段階、企画会議に出す段階からできてるってことは、もうその時点で書店さんでどう並べるかとか、書店さんでどうセールストークを展開していくかっていうことがもう想定していい企画になってるっていう証拠だし、これが本当に企画会議で初めてその企画に触れる関係者がね触れる時に頭紙一番最初にこうペラッて1枚貼ってあるってことはもう第一印象として、あこれ今までの企画と違うんだなとか、あこれは売れるんだなっていうのが頭に入っちゃうわけですよ。で第一印象から、あこれはそうか違うんだ、これ売れるんだっていう風な印象をしっかり伝えてから、そこからタイトル案であるとかこういう内容ですとかって話いけば、あなるほどなるほど、こういうとこは変えた方がいいんじゃないとか、まあここはすごいいいねっていう感じで基本的にこうプラスの印象で進んでいくことができるんですよね。で同じ情報が中盤にあったり後半で出てくると他の情報がいっぱいこう頭に入っちゃってるので、まあ、第一印象ではなくなってしまいますよね。別の印象がついてるかもしれない、なんかあこういうとこよくあるなとか、このジャンルあんま売れないんだよねみたいな意識が先に入っちゃってると、やっぱりこう最後の方で出されても印象としては売れないんじゃないかなみたいなことになりかねないわけですよ。企画会議もですね結構長くやったりするので、まあ、相手も人間ですから疲れてきたりします。後半の方に出てきたものって結構頭をぼーっとしてたり、早く終わってご飯食べたいなとか思ってたりすることも全くないことはないので、やっぱりね最初にバシッとこう売れる理由が入ってる方が、あこれはいいねっていう印象になるので、そういう意味でも非常に素晴らしい方法です。はい、では具体的にどういった紙を1枚つければいいのかという具体例なんですけれども、こういったものをご用意しました。これ当時使ってたフォーマットそのままでちょっと内容だけ書いてます。で今回この血流が全て解決する、こちらですね、僕がプロデュースした25万部売れた本の初期の企画初期段階のものをもう思い出して想定してこれに当てはめて作ってます。はい、ではまず内容なんですが、こちら、まあ、西浦メモという形でね、これは対編集者さん向けの、まあ、ちょっとしたメモだよということでつけてたので西浦メモというふうにつけてました。で〇〇さんはってこれ著者名ですね、著者のメリットを上の方でお伝えしていて、こちら下の方で企画のメリットをお伝えしています。でまずここで書いてあるのは、
今丸丸さんお名前ですよね、は出雲大社のお膝元で大正時代から続く老舗漢方薬局の4代目、まあ、どういう人かを一言でシンプルにお伝えしています。で特にやっぱり出雲大社のお膝元でやってるっていうのがそのねすごいユニークなところ、他の同じ同業の人は存在しないのでなかなか真似できるもんじゃないですから、ここは一番最初に頭に持ってきてます。で大正から続く老舗漢方薬局4代目、まあ、歴史が古いというので信頼感をお伝えしていると。で不妊治療など婦人科系の体と心の悩みを専門にこの10年で5万件の体質改善に成功している。何をやってる人なのかっていうのを専門とか得意ジャンルをお伝えしつつ、まあ、体と心の悩みを解決してるんだと。10年で5万件の体質改善に成功したっていう実績を数字でお伝えしています。でさらに東京大阪はもちろん海外からも予約が入り常に数ヶ月待ちの状態であると。はい、その活動範囲というか影響範囲の広さも表すことで、まあ、この2行で著者の実績とか、ね、信頼感をお伝えしているという役割になります。で体の不調だけでなく心の不調も解決することを目的としている稀有な薬剤師と書かれていて、ここは実績というよりはこの方の著者としてのスタンスとか稀有な部分独自性をお伝えしているところになります。で最後に特に血流を増やす漢方薬の処方に関しては日本一の実績を誇ると。はい、もう実際にこれは処方されているその漢方薬の数が多いっていうのはその問屋さんに問い合わせれば分かるらしいので本当に日本一だってことが分かったんで入れてあります。やっぱり何かに関して日本一っていうのはすごい強いアドバンテージになるのでぜひ探してみてほしいなと思います。で次に比較の方の優位性の解説になってきます。比較、血流を増やして心と体の悩みを一挙解決、これは初期の頃のね企画書でのタイトルなんです。これはこれまで血というと血液サラサラばかり注目されがちでしたが、今まではこうだったようなことを言うんです。これすっごい大事です。どのジャンルでもあってもそう。仮に自己啓発でも自己啓発でこういうことを言ってきたとか、スピリチュアルだったらこういうふうなことを言われてきた、引き寄せの法則だったらこういうことがあったとか、とにかく今まではこうだったよねっていうので始めるのがすごい重要です。ここ漢方の視点で見ると女性の体の問題の多くは血の不足が原因なんですと。血サラサラじゃなくて足りてないのが実は問題なんだよっていう、これ違いをはっきり言ってるんですね。この着眼点ってすごい大事です。で実は血とともに作られるホルモンも不足してしまうことで血流不足は自律神経失調症など心の問題も発生させていますと。だからこの企画って血を増やすと心と体の問題悩みが解決できるという内容なので、つまり血の不足が体だけじゃなくて心にも影響を与えているということを言わなきゃいけないのでこういったことが書かれています。そしてこれはやっぱり、知られてないでしょうっていうことですよね。で血流を増やすことで女性の心と体の問題を一度に改善する方法を提案しますっていうのが締めであって、つまり血流を増やす方法をお伝えすることでこれらの問題を一気に解決できる方法が載ってるよっていう、本当に本の強みだけを抽出してお伝えした内容になってます。だから本当これ1枚があればそれこそね出版社の営業さんに渡して持ってってもらったら、あなるほどこうやって売りがこういうとこなのねっていうふうに伝わりやすいですし、やっぱりこれがあると企画会議でもああなるほどこいつは今までと違うんだなっていうのがすごく伝わりやすいのでものすごく企画通過率が上がります。僕この企画書にこの1枚つけた時って本当に企画通過率がかなり高かったんですよ。ほぼ一発一中みたいな形だったんですけど、ちょっとそれで企画進んでいって気づいたのが期待値がすごい上がっていて実際の原稿を見るとちょっとそこまでのものにならなかったみたいなケースが何件か出てきたんですよ。ほとんどそんなことはないんだけど一部出てきたって感じで、僕自身が出版社のもともと営業とか販売やってたんで、要はどういう伝え方すると売れそうとかこれはいいなって思ってもらえるかが分かりすぎちゃってる部分もあるので、ちょっと下駄吐かせすぎてるのかしらと思ったんですよね。やっぱり大事なのってどう企画を見せるかっていうよりも中身の方が当然大事になってきますから、だから僕自身はこれ実は自主規制をもうしました。ただ結局考え方として、つまり A4 1枚で自分の著者としての優位性と企画の優位性を説明できるって、もうあれすごい見てもらったら分かる通り文字も大きいですし文章ほとんど書けないんですよ。3,4 行ずつぐらいでしたよね。だから自分の企画のコンセプトと著者としてのプロフィールをブラッシュアップすることができるんですね。だからこの紙を1枚作ってもらうだけでおそらく企画の見直しとか企画書のレベルアップができます。その上でもう、使うか使わないかはあなたのご判断にお任せします。とりあえず作るだけで必ず企画書良くなるので一度やってみてください。
はい、今回も最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。でお知らせの後にまとめを行います。現在オンライン出版セミナーを開催中です。本の出版を目指す方はもちろん、もう本を売りたい、ベストセラーにしたいって思いがある方はぜひ受講してみてください。受講者の方全員にですね、もれなく西浦との1対1のオンラインの面談相談も用意してますので、ぜひご利用いただきたいと思います。そしてまだこのチャンネル登録がお済みでない方はですね、これからも出版に役立つ情報を分かりやすくお伝えしていきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄の方に出版セミナーのリンクであったり、チャンネル登録のリンクも用意してありますので、ぜひご覧ください。では今回のまとめです。企画通過率を一気に上げる方法があると。それは何かというと、企画書の頭にですね、 A4 1枚で対書店さんへのセールストークを書くというものです。書店さんへのセールストークというのは、本当に短い時間、5分ぐらいで本の優位性とか独自性、売れる理由をしっかりお伝えしなければいけないので、逆に言うとものすごく端的にこの企画の良さを伝えることができるということなんですね。でこれを企画書の頭に持ってくることによって、もう企画会議に参加している方皆さんにもう第一印象として、あ、これは今までの企画と違うんだな、これはこういう理由で売れるんだなっていう印象を与えることができるので、かなり企画通過率が上がります。具体的には、自分の著者としての優位性と企画の優位性を本当に短く 3,4 行ずつでお伝えする。ただこの方法はちょっと効果が本当に高すぎて、逆にまあ原稿にした時にちょっと面白くないじゃないかっていうデメリットも全くないわけではないので、僕の場合は企画通過率よりも原稿の方が大事だと思ったので、この方法は封印している。ただこの頭紙を作る発想自体は、結局のところ著者プロフィールをブラッシュアップさせることにもなるし、企画のコンセプトをより深く練り直すことになるので、どっちにしろ必ず企画通過率は上がります。まあ、なので実際にこの紙をつけるかつけないか、渡すか渡さないかはご判断にお任せしますが、作ってみると必ず通過率上がるので、ぜひやってみてください。というわけで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価ボタンとコメントをお願いいたします。いただいたコメントを必ず拝見して、次の役立つ動画作りの参考にさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。